あなた運がいいんだって。ケンケンさんがマックを食べたら気持ち悪くなったとおっしゃっていた今日8月20日の朝配信の時、朝マックのデリバリーを頼んでいました。人生のマックの容量を超えたのではないかのことで、今がやめる気とおっしゃっていました。私はスーパーサイズミーを十数年前に見てからさほど食べてないし、私のマック容量をまだまだだなと思っていましたが、なんとなんか気持ち悪いんです。今やめ時が来たかもしれませんということですね。まあ僕がね、今までマックを食べ過ぎてたんでですね、何でもね、こうコップ理論があってですね、コップに水が溢れてたらですね、終了、まあアレルギーともそうなんですけども、なるんですけども、で僕はまあ多分他の人の、一般の人食べる平均のマック量の、まあ、10倍ぐらいは食ってきたので、それで多分もうその数値が超えたんだろうと言ってたんですけども、で最近ね、これを採用したかというと、オートミール食べるようになって、まあ、体調、今日もオートミールの動画出したんですけども、まあ、体調が良くなったんですけど、昨日かな、体調良くなったんですけど、あれ多分ね、オートミールが効いてるわけでも、オートミールのプラセボでもなくですね、オートミールを食べることによって、このマックモス、ロッテリア、ケンタッキー、なんか他弁、そういうのを、なんていうんですか、食べなくなったんで、多分体調が良くなってるんじゃないかと思いますね。そこまでオートミールの効果がね、あるわけじゃなくて、悪いものを、ジャンクなものを減らした。そこじゃないかと思いますね。そこは結構大きいと思いますね。マクドはね、やっぱりポテトとかもそうですけども、トランス脂肪酸とかですね、ショートニングとか、そこら辺も使ってますから、多分ね、そこら辺のジャンクフードってね、油が悪いと思うんですよ。これまあ昔から誰も言ってますけども、これはね、多分本当だと思うんですよね。そう、ノリックさんのようにね、油は正直良くないと思うんですよ。多分それはね、絶対間違いないと思うんですよね。油はいい油では絶対ないはずなんですよね。そう、だからそうそう、山中さんね、ビーフシチューパイとか、ね、月見バーガーとかですね、出たら、ちょっと食べたい気がするんですよ。でもね、やっぱりね、一回抜くと、ちょっときついですね。だからそう、チキンナゲットとかもね、油が良くないと思うんですよね。まあ、ジャンクフードは、まあ、抜けるなら抜いた方がいい。たまにならね、いいと思いますけどね。たまにならいいと思うんですけど、そうですね、ジャンクはダメだと思いますね。マクドはね、やっぱこう調べれば調べるほど、スーパーサイズミーもそうですし、なんかポテトのじゃがいもの工場がですね、原発のなんか横にあるとかですね、なんかそういうのとかよく聞いたりとかしますから、おそらくね、体にいいことはないと思うんですよね。あ、サブウェイの自動販売機アメリカで出た。あ、サブウェイはいいと思いますけどね。サブウェイはいいと思いますけどね。世界的には多分サブウェイ人気あるんですけど、日本ではサブウェイが人気ないんですよね。マクドはやっぱ中毒にちょっとなってしまいますね。僕はやめれたらやめる方がいいと思いますけどね。でもマクドはまあどこの街でもね、ありますし、正直言って、あのクオリティ、あの値段っていうのは、なかなかこう、すごいコスパのいい、美味しいね、食べ物だと思うんですけども、そうそう、やっぱり、酔い油とか、商品にはそんなこだわってないと思うんですね。やっぱ安さ重視ですよね。フィレオフィッシュの使ってる魚もちょっと怪しいですからね。多分ナイルパーチとかですね、メルルーサというですね、日本人が普段食べない白身魚ですよね。たくさん身が取れる、はい、魚ですよね。そう、だから油とか敏感な人は、そう、トーモンさんのようにね、なんか油敏感な人は、もうマクドとかケンタッキーそもそも食べれないみたいですよね。そうそうそう、深海魚。むしろ味が全くない深海魚ですね。まあ、淡白な味の方がいいんですね。むしろああいうのね。ポテトとかね。わかりますよ。未だにタバコやめた人が、未だにタバコ吸いたいねんっていう気持ちがわかるようにですね。僕もフィレオフィッシュとポテトの M セット。食べたいのは食べたいんですけどね。そう、ジャイアント馬場もね、なんか最初はマクド怒ったらしいんですけど、食べたらめちゃくちゃうまいっていうね。そういう逸話があるぐらいですからね。あと、幾代くるよのくるよ市長もね、フィレオフィッシュを、ね、お魚のパンという呼び方をして愛用してますよね。ちょっとね、わかるんですけども、やっぱあんまり体にね、いいか悪いかといえばですね、良くはないというのが当たり前ですよね。なんか、やっぱ美味しいものを、気になるもの出してきますよね。マックとかケンタッキーってね。今もその CM とかでビーフシチューパイですか、あれとかを見るとですね、なんか食べたいなとか思うんですよね。これはロッテリア見たらですね、なんか変な GBA バーガーというですね、全くこう食べたくないバーガーを出してたんで、ちょっとロッテリアみたいにね、全然食べたくないものを出してくれるとですね、はい、いいんですけども、やっぱマクド、ケンタッキーあたりはそこら辺ちょっと外さないんでね、ああ、これちょっと食べてみたいなと思う、そう、グラコロとかね、新しい味のマックフルーリーとか、そういうのとかを出してくるんで、うざいなと思いますね。あと、三角チョコパイとかね、そこら辺も。あ、そう、ケンタッキーもそう、オマールエビバーガー出してましたよね。そう、だからちょっとね、あそこら辺、本当に誘惑してくるんで、ちょっとめんどくさいんですよね。マクド立ちした後はね。でもまあ、あんまり食べない方がいいと思いますけどね。最近、体調がいいのは、本当にこう、そこで食べなくなった。オートミールというよりは、その辺を食べなくなった。やっぱこう、ウーバーイーツとかで頼むと、高いですから、やめようってなるんですよね。ウーバーイーツがむしろ安くなくてよかったなと思いますね。ウーバーイーツ、なんか画面ね、いつもこう、注文ってあって、最後の値段見ると、すごい値段になってるんで、結構そこでやめるんですよね。高っと思って。だからまあ、ウーバーイーツがむしろ高くてよかったなと思いますね。すげえ値段なんですよ。前もね、ドトールでね、ミラノサンド2個とコーヒー1杯頼もうと思ったら2000円超えてたんで、2200何本みたいなんで、ちょっとやめましたね。まあ今日僕もね、オートミールとカレー、グリーンカレーのルーだけ買ってきて、オートミールと食べましたね。まああとこの配信終わったら、まあまたオートミールと長谷園のお茶漬けですかね。それを食べようと思ってるんで、高いでしょう。本当にね、高いので。ドトール、わかります。我が家4000円。4000円ってすごいでしょ。一回頼んでそうそう、だから家族とかいるとね、そう4000円とかもえぐいっしょ、ドトールで。まあ散歩がね、買いに行くのがいいですね。本当は買いに行って、やっぱスーパーでなんか買って自分で作るのは一番健康的にも値段的にもいいですよね。まあ、本当はまあもう鶏肉買って、まあ、鶏肉を茹でるか焼くかしてですね、それとまあオートミール、食べるのが一番いいですけどね。いや、3人も4、いや、なりますよ、4000円。マジでね、ドトールとか、ミラノサンドとかね、ウーバーで頼んだら、1200円とかあるんですよ。ミラノサンド1個で1200円とかあるんですよ。あれ多分、特別料金取ってますよね。なんかむちゃくちゃ高いんですよ、本当に。でもなんか美味しそうなね、ローストビーフのミラノサンド出てたんですよ。なんか、ね、食べたくなるんですけど、でもすげえ高いんですよね。いや、わかります、わかります。ドトールとかうまいですからね。僕、ドトールのココアが好きなんで、ついつい食べたくなるのはね、人間としてしゃあないですけどね。まあ、やめといた方がいいですね。はい、ということで、まあ、マリマリミーさんもね、もうやめれるんだったらやめた方がいいと思いますけどね。僕も美味しいと思いますけど、体には良くないと思いますね。はい、ということで、マリア様ありがとうございました。動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。